どこへ向かいますか？よろしく、各自の判断に任せるのです。次はどうなさいますか？よろしいでしょうか？さすがです。次はどうなさいますか？よろしいでしょうか？レオニャ！次はどうなさいますか？よろしいでしょうか？次はどうなさいますか？よろしいでしょうか？はい、魔法いつでも行けます。はい。何をすればいいですか？いいですか？はい。さすがです。さすがです。次はどうなさいます？よろしいでしょうか？はい。レオニャ。
大変ですマスター。女性が魔物に襲われています。ええ、早く助けに向かいましょう。天国、こちらが上です。よろしいでしょうか。了解。了解。これにゃ。次の指示をください。了解。魔法、いつでも行けます。はい。次の指示をください。了解。はい。レオニャ強いニャ。ご主人様、レオニャ頑張ったニャ。レオニャもっと頑張るニャ。大丈夫です。どうしたんですか。情けないものだな。君たちもまた助けられてしまった。だがよくよく君たちとは深い縁があるらしい。何を言ってるんだ。ああ、そういえばそうだった。この姿なのを忘れてたよ。マグナスさん、なぜそのような格好。これには深い事情があるのだ。僕らはベスターに追われるに、すでにパメラさんと僕の顔は割れている以上は何らかの変装を施して進むべきだと判断した。どうやら不評のようだね。十分に見てきたつもりだが、なかなかの不条ぶりだったよ。公平しかねます。しかし本当にその格好でシルバネールさんに会いに行くつもりですか。どうしてそれを知っているんだ。パメラ様から聞いてまいりました。マグナスさんシルバネールさんとお知り合いだったのです。ああ、師匠の名ということもあってずいぶん仲良くしてもらっているよ。さて、僕はこのままディアーナに会いに行ってくるよ。どういたしましょう。何が心配なのかはわからないが、ついてきてくれるならありがたい。じゃあ行こうか。アイダ国境橋はこの先を北だ。じゃあ行こうか。さて、この先にいるディアーナに会いに行くわけだが、この人数についてきてくれて助かったよ。ここからは僕が一人で行こう。もともとそのつもりだったしね。大丈夫でしょうマグナス。脱がれたのです。
ディアーナにすごく怒られてね。どうしてあんなに怒ったのかな。だいぶ結構いい出来だと思ってたんだけどな。まあ、きちんと許可はもらえたし、よしとしよう。これでアメラさんと一緒にバルカニアへ向かうことができるよ。協力してくれてありがとう。よろしく、各自の判断に任せるのです。さすがです。マスター、次はどうなさいますか。よろしい。やっ、次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。やっ、いきっ、次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。レオニャ、やっ、次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。レオニャの爪が、爪が欠けちゃったにゃ。おかえりなさい、マグナス君が。あの愉快な学校はやめちゃったの？それは、パメラさんがせっかく協力してくれたのに、残念な結果で終わってしまったの。マスター。まあ、ともかく、通行の許可は得ることができましたよ。そうね、ありがとう、マリナス君。それ、お気をつけください。任せてくれたまえ。それじゃあ、世話になったね。ありがとう。何かご用でしょうか。